HD4307B は、ガカザの方角に約42光年離れた場所にある HD4307 の周囲を公転する太陽系外惑星である。ヨーロッパ南天天問題の高精度視線速度、系外惑星探査装置を用いて、2008年6月にドップラー分光法で発見され、2009年に公表された HD4307 の惑星の中では、 HD4307E に次いで2番目に小さい。構成は金属量が比較的低く、原子製の金属量が形成する惑星の種類を決定するという仮説を支持するものとして注目される。他の多くの太陽系外惑星と同様に h d 4 3 0 7 b は、高転する構成の視線速度の変化を観測することによって発見された。 これらの測定は、チリのラシア天文台にあるハープスの分光器を用いて行われた。この発見は、2008年6月16日から18日まで、フランスの南都で行われた天文学会で公表された。HD4300 ナノ B は、この時発見された3つの太陽系外惑星のうちの1つであった。HD4300 B は、 この惑星系で発見された惑星のうち2番目に質量が小さく少なくとも4 2球質量である。HD4307 の周囲約0.047天文単位の軌道を4.3日で公転している。軌道離心率は0に近く完全な円軌道と区別するのに十分なデータが得られていない。HD4307 は 惑星を持つ他の恒星と比べ金属量が低い。このことが誕生時の恒星の金属量が原子性の光着円盤から木星型惑星か地球型惑星のどちらかが形成されるかどうかを決定するという仮説を指示している。アリゾナの天文学者ドリー・バーンズの数学モデルから2009年に惑星 B の軌道は正面から15度以上離れていることが見出されたが それ以上のことは分かっていない。HD4307B の想像図 HD4307B は地球から見て構成面をトランジットしないためこれまで撮影されたことはなく、半径、素性、表面温度等のより詳細な特徴は決定できない。質量加減は4.2地球質量であり、h d 4 3 0 7 B は木星型惑星になるには、 質量が小さすぎると推定された。しかし、2009年の研究では、HD4307B が地球型惑星であれば、この惑星は非常に不安定になり、異様以上の潮積加熱を受ける可能性が示された。ただし、海王星や天皇星のような天皇星型惑星である可能性は残されている。恒星の近くを転する惑星の場合、 大きな衛星はしばしば超積力により破壊されるため、HD4307B は衛星を持っていないと考えられる。HD4307B、HD4307C、HD4307D は現在の軌道に移動してきたと考えられている。ありがとうございます。